皆さん、毎度ゆかりんです。それでは早速ゆる雑始めていきたいと思います。何やったっけな、チョコスピじゃないわ、スピリチュアル講座かな、スピリチュアル講座で食べることについてっていう動画を撮ったんですよね。で、そこでちょっとこれから食べられる量が減っていくっていうのを、話してるんですけど、よかったら、そちらご覧ください。そこでね、ちょっと追加の内容をちょっとお伝えしていきたいと思います。これから、食べる量が、減っていきます。そのままの意味なんですけど、食べる量が減っていく、食べれる量が、減っていきます、だから食べるものがなくなっていくんですよね。だから、このこと言うてへんかったかな、すいません。だからこのことはその言うてなかった、だから多分何のこっちゃ、多分ライトボディ化のこと言うてんのかなって思った人多いんちゃうかな。いや、それもあるんですよね。それもあんねんけど、ライトボディ化のこともあるんですわ。だからライトボディ化したら食べ物も必要じゃなくなってくるから、体が。とか光だけで、太陽の光だけでエネルギーを吸収できるから、光吸収してエネルギーで吸収できるんですよ。太陽の光を。だから、そういうのもあんねんけど、あと多分ライトボディ化する前に、食べるものがなくなってきます。詳しいことはちょっと伏せときますけど、まだまだその言う話すべき時ではないので伏せときますけど、食べる量がね、食べるものがなくなってくるから、とか今のうちにから、体を慣らしておいた方がいいですよと。だから今だから食べてる、あまりその食べる量が多い人は、それなってから、食べるものがなくなってからやったら、かなり、きついことになるんちゃうかな。だからどんだけ、まとめ買い、食べ物ね、食料へどんだけ大量に確保しようとしても、意味ないです。意味がないです、ほんまに。だから今のうちからね、ほんまに自分に合った量を見つけておいた方がいいですよ。だから人間ってほんまにね、そんなに食べんでもいいんです、マジで。で、必要としてへんから、そもそもエゴが勝手に思い込んでるだけやねんな。ほんまは、肉体自体はそんなに必要としてないんですよ。栄養もそうやけど、そんなに取らんでも大丈夫なんですわ。だから食べるものをほんまにシンプルにしたら、何が欲しがってるかっていうのがね、マジでわかるんですよ。だから意識を集中して、ハートテクなんて言われて、意識を集中して何が食べたいって聞いたら、ちゃんと、答えてくれます、魂が。だからね、ほんまな、人間はね、食べすぎやし、栄養取りすぎやで、マジで。そんな食わんでもいけるから、ほんまに。だから、あんまり、食べすぎたら、だから、波動も重くなるから。かといって、別にバランスよく食えっちゅうは、確かにバランスよく食った方がいいけど、世間で言われてるような、バランス、あれもこれもこれもとかじゃなくて、なんていうか、ほんまにその時に食べたいものを食べたらいいと思う。だからそれがお菓子であろうが、そのスイーツであろうが、何であろうが、ほんまに食べたいって思ったものを食べたらいい。それがエゴなのか魂なのかっていうのは、それは判断しなあかんねんけど、単なるエゴやったら、偏ると思う、多分。だってそっちばっかり、
食べたり単に思い込んでるだけやから、でもそればっかり食うと思うね。じゃなくてほんまに魂が欲しがってるもの、を食べたらいいと思う。まあ、その偏りすぎですね。だからそのエゴ中心じゃなくても魂中心、魂の声を聞く。でそれでその時に必要なものを食べる。で必要な量を食べる。ということですわ。だからな、そうそうそう。だから食べる量が減ってくるから、食べる量というか食べれるものがなくなってくるから。あんまりその無駄に食ってたらと、後でしんどいよーということなんですね。だからもうこれから、多分まあ近いうちに、起こってくると思うから、徐々に一気に来るわけじゃないけど、まあ、徐々に起こってくると思うから、まあ自分にとって、必要じゃないものはね、ほんまにどんどん手放していった方がいいです。時間もどんどん迫ってきてるからね。ということですわ。なので、まあまあまあ、自分に合った量、自分に合った食べ物を、その時ね、その時に合ったものを、選んでみてください。なんかもう、あれやん、ゆるざつちゃうやん、みたいな。もう私のプライベートとか、なんかもう好き勝手に話す。シリーズやってんけどな、もう自己満シリーズやってんけどな、もうなんか違うとなってきたやん。まあまあまあ、いっか、もういっか。最後まで見てくださってありがとうございます。チャンネル登録の方よろしくお願いします。目指せトップ YouTuber なので。なりますよ、絶対なりますよ。それでは次回もお楽しみに、またねー。